今回のこの WSR5400X6 にしたことによってですね、なんと通信速度が下りが 306.9。 結局これ意味ないですよね。速度向上したのにこれではね、もう本末転倒ですよね。遊べないから。まあ一言で今回の成果を言うとですね、この IPOE、IPv4 オーバー IPv6、この技術がね、とにかく素晴らしいという。これにつきますね。で、一通り設定が終わりましたので、診断するを押していただいて、NAT タイプ1になっているっていうことを確認してくださいね。皆さん、こんにちは。本日はですね、ご覧の通りプレゼンスタイルで動画を作成してみようと思いますので、よろしくお願いいたします。今年のね、春先にもね、似たようなことをね、やっていたんですけどね、それを思い出してですね、意外とこのスタイルがですね、説明する上ではこう、なんだろうな、まあある意味カンペみたいな感じになってですね、お伝えしやすいかなということで、はい、ちょっとこれでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日お話しするのはですね、まず読み上げますね。無線 LAN ルーターを公開したことで IPv6 非対応の機器プレイステーション4スイッチが爆速になったお話、プラス新無線 LAN ルーター設定時に起きた不具合、 NAT タイプ3とその解決方法についてということで、こちらのね、2本立てで今回はお話ししていきたいと思います。まあ、要するに、まあ、あれですね、光回線、こちらにまつわるお話ということで、間で起きた不具合とか、まあ、そういったところについて紹介していってですね、まあ、同じような、問題に遭遇している方の救いになればと思いまして、本スライドを勢いで作成しました。この勢いでっていうのが重要なんでね。昨日の夜バーッと作って、なんか気がついたら朝の4時とかになったんですけど、はい、ちょっとこれをね、使って説明していきたいと思いますので、まあ、おそらくですね、最初のこの前半ではこの話をしますが、まあ、自慢じみた話みたいになっちゃうんで、どちらかというと、この動画をね、見ている方の目的としては、この口述するこちらについて気になっている方が多いんじゃないかなということで、まあ、私もどちらかというとこっちを伝えたいので、はい、こちらが話すタイミングのところまでね、スキップしていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、お話しする前にですね、このスライドで登場する、まあ、用語ということで挙げてますが、これについてですね、一個一個こう把握する必要は特になくて、まあ、こういうの出てくるんで、あまりびっくりしないでくださいっていう話です。はい。これを閲覧する上ではですね、細かく理解する必要はありませんので、ということでご安心くださいというか、まあ私も細かく理解してません。はい。例えばこの MTU とかってあるんですけど、これ何の略かってこれ全然知らないし、とかね。まあそういう感じで、私もそんなに知識がね、あるわけではないので、まあそんな感じで見ていただいて、軽い気持ちで見ていただいて OK なのでということで、はい。ここではまあこういうのが出てきますよっていうご紹介でございます。はい。それでは参りましょう。よいしょ。はい。まあこの手のなんだろうな、まあ論文でいうとこの助言みたいな感じで、まあ初めにということで、まあ経緯をちょっと説明したいなと思いまして、まあ、ちょっと文字ばっかりのスライドになってしまって大変申し訳ないんですが、ちょっとこれに沿ってですね、お話ししていきたいと思います。はい。上から順番に読み上げますね。一人暮らしをしまして約2年半が経過しましたと。で、実家にはない光回線で日々快適なインターネットを利用していた私でございますと。実家は未だに ADSL でね、かなり、まあ、なんだろうな、低速なんで、みんながこういっぺんにね、家族で使おうとすると大変だっていうことなんですが、まあ、私の今いる場所だと、まあ一人だし、光なんでめちゃめちゃ快適ですと。で、まあ、しばらく使ってましたが、この頃ですね、我が家であのインターネット環境においてちょっと気になる点っていうのがありましたということで、はい。なんかね、何もない状況だとすごい見にくいなと思って適当になんか太字にしたんだけど、この太字の意味って果たしてっていう感じなんですけどね、まあ、そこはちょっとあんまり、気に留めないでいただければと思いますが、とりあえずまあ気になってる点が出てきたんですよね。で、ね、それを知るきっかけになったのが、ある日ですね、プレイステーション4版の APEX をですね、友達とプレイしてるときに、まあ、敵が瞬間移動したり、あとは画面がカクカクになって、打ち合いどころではないといった状況ですね。APEX やってる方、ご存知の方いると思いますが、右上の方に、ほら、なんか、
アイコン出るじゃないですか。なんかこう速度が低下してたり遅延が発生したりしてたら出る、あのアイコンが常に表示されるような状態。まあ、ただそれはある意味では、まあ、FPS がやってたらよくあることでございまして、あんまり気に留めてませんでしたと。まあ、例えばなんだろうな、サーバー側がちょっと負荷かかってて混雑してたりとか、そういったのがたまたまあるのかなと思って特に何もしてなかったんですが、それがですね、あまりにも頻発すると。で、友人に、いや、これ今日重いねとかって言っても、いや、俺はそんなことないよみたいな話になるんで、えみたいな感じで、そうかなみたいな感じでね。あと、なんだ、ディスコードとかね、会話してる時も、なんか、相手の声がすごいロボットみたいな声になったりすることがあって、いやーと思ってて、測ってみたんですよね、おもむろに。これはプレイステーション4で測ったんですよね。そしたら下りが5メガの上り2メガみたいな感じで、まあ、これ測るときによって若干変動しますが、まあ、こういう感じでですね、光回線とは思えない数値をこう叩き出していたんですね。確かこれ測ったのは金曜の夜とか、いわゆる混雑する時間帯、まあ、それでこのぐらいだったということです。ただですね、一方で同時間においてパソコンで速度を測ると下り 500Mbps、上り 100Mbps みたいな感じで、もうなんか100倍ぐらいの差があるわけですよ。下りだと100倍、上りだと50倍ぐらい。そういった感じで、まあ、俗に運転の差みたいな感じで、もう一目瞭然というような状態でしたと。で、まあ、これについてはなんとなく想像はついていて、何かというと、PlayStation 4って IPv6 には非対応だということで。なので IPv4 でしか繋がらないので、家の回線が、まあ、そもそもの IPv4 だとこんなもんだというふうに思ってたんですよ。それでもう、片付けていたと言えばいいのかな。まあ、もっと、噛み砕くとですね、もう回線引き込む段階ですでにもう IPv4 の速度がもうこのぐらいになってしまっていると。あ、もちろん、なんだ、平日の昼間とか、空いてるときは100メガとか出るんですが、まあ、そういった時間帯によってはこういうふうになってしまうということで、まあ、それはもうしょうがないんだなと。もう接続方式的にもしょうがないんだなと思っていたんですね。で、それで諦めてたんですけど、なんかね、とはいえどもですね、なんかないのかなと思って調べてたら、なんかね、あるらしいんですよ。で、これが、今最近出てきたやつなのか、昔からあったもので、俺が気づかなかっただけなのかちょっとわかんないんですけど、私のようなこういう問題に対して解決する技術っていうのがね、昨今あるっていうことで、はい。で、今回、コードに移したってことなんですけども、で、何かというと、この IPOE っていう、まあ、括弧書きで IPv4 over IPv6 っていう風になってるんですけど、こういった技術がございまして、まあ、簡単に言うとですよ、IPv4 の低速となる原因である PPPOE ルートっていうのがあるんですが、こちらを返さずに、高速な IPv6 で使用している IPOE ルートっていうのをですね、IPv4 でも使用して接続することで、IPv6 と同等の速度を実現しようっていうような、まあ、それがこういう IPOE、IPv4 オーバー IPv6 っていう技術らしくて、なんかそれが最近あるみたいですというのを知って、マジでっていうことで、今回ですね、早速蒸気技術に対応した最新規格 Wi-Fi6 対応の無線 LAN を購入しましたということで、はい。まあ、これが初めにということで、あらすじなんですけど、長いね。もうちょっと簡単に説明しようかなと思っていたんですが、やっぱり時間かかるな。ちょっと今回の動画は長くなりそうですが、お付き合いいただければと思います。はい。まあ、一応こういった経緯です。ということで。はい。ようやく2スライド目ということなんですが、まだ初めにが続きます。はい。先ほどね、APEX がきっかけで今回の、動画じゃねえな、このスライド作りましたってことになるんですが、ちょっとそれについて見ていただきたいなという、やっぱり百聞は一見にしかずですから、実際にどういう状況なのかっていうのをね、見ていただいて共有したいなと思います。はい。まずは再生しますね。1分10秒ぐらいです。久々見てきます。もうこの画面でもうラグいんで。まあ、さっき僕のダウンだったんですか。ラグいいですね、かなり。もうどこっていうのか分かりませんね。もう瞬間移動してんだって敵が無理だよ俺にはあれはレベル高すぎなんで。
何これ、どんどんもう銃がバグってんだよ。もう笑いしか起きないんだけど、これ。はい、といったような感じでございます。なんかもうスライドショーみたいになっちゃうんで、ね、ちょっとそれ悲しいなということで、あ、ごめんなさい。はい、以上を踏まえましてですね、はじめにとさせていただきまして、ここから本題に入っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。目次ですね、はい、こういう感じでお話ししていきたいと思います。はい、まず1本目の大台ということで、無線 LAN ルーターを公開したことで IPv6 非対応の機器 PlayStation 4 Switch が爆速になったお話ということで、ちょっと若干これ自慢じみたお話みたいになっちゃうんですけども、まあ、あの実際に効果がありましたよということでご紹介したいと思いますので、はい、それではいきます。で、まずはですね、今までどういう感じで接続してましたかっていうのがね、やっぱ必要かなと思いまして、こういったスライドを用意しました。はい、我が家のインターネット環境公開前ということで、以前はこうやって使ってましたということです。まあ、以前というか、まあ、昨日までこうやって使ってたんですけどね。はい、まず NTT の ONU ですね、こちら光回線終端装置、こちらを経由して1メーターのカテゴリー 6A の LAN を使ってますと。で、それが、今まで使っていた WSR300HP バッファローの無線 LAN ルーターを、経由して、で今度カテゴリー7の、7メートルのLANで、こいつが今度バッファローの LSW4 の GT5EPL っていう、まあ、ハブですね、はい、ギガビット対応の全ポートギガビット対応ですね、はい、こいつに刺さって、で各々パソコンだったりスイッチだったりプレイステーション4に有線でつながってますと。はい、カテゴリーについてはね、まあ、6A だったり7だったり 5E だったりしてるんですが、まあ、一応ギガビット全部対応してますねということです。はい、でスイッチに関しては、あの USB3.0 の、ね、変換アダプター使ってですね、ドックにつないだときは有線なんでつながるようにということになっています。で、この IPv6 非対応という面でいうと、このスイッチとプレイステーション4は対応してませんと。パソコンは対応してますね。はい、で、無線接続としてスマホだったりタブレットだったり、まあ、うちにある Fire TV スティック、あ、ちょっと、まあ、懐かしの3DS の画像を貼ってますが、まあ、携帯ゲーム機だったり、まあ、こういったものがこの無線LANにつながるわけでございますと。はい、こういった環境で使用してましたと。まあ、よくね、あの回線速度の話出てくるときに、この LAN ね、あの大丈夫ですかとか、このハブね、ちゃんとギガビット対応しますかとかってあるんですけど、まあ、そういったところは特に私の環境上問題はなさそうだなというところがまず見受けられるかなと思います。はい、まあ、正直ね、この ONU 自体が 1GBps なんで、あの 10GB の対応してる LAN 使ってもあんまり意味はないんですが、まあ、これはあの気持ちの問題ですね。はい、あまり意味はないですけど、うん、まあ、やっぱ大元の回線はいいの使っておきたいなっていう、シティーズスカイラインでいうところの急にシティーズスカイライン出てきたんだけどさ、まあ、ここがほら大通りみたいなね、片側3車線のすごいでっかい広い道路で、ここからまあなんだ2車線道路みたいな感じに、まあ、そういうイメージね、はい、イメージはそういうイメージ、あまり意味ないけどね。はい、まあ、これが今までの環境でしたということです。で、この環境において、パソコンで速度を測った。まあ、もうこれですね。この。だから、まあ、構成としては 6A の LAN、7A、そしてまた 6A っていう。はい。こいつで速度を測ったっていうのがありまして、それがこれになってます。回線速度テスト、公開前無線 LAN で、有線接続かつ PC でということで。はい。で、こんな感じです。で、左にあるこのスクリーンショットが、Google の速度テストで、真ん中にあるこのでっかい数字書いてるのが、ファスト .com かな。で、下にあるのがこれなんだっけ、ちょっと忘れちゃったな、大倉なんか忘れちゃったけど、まあこの3つでちょっとテストしてみましたと。 Google さんと、あとこのファスト .com さんの速度テストはもうこうやって見ている限りは特に問題がなさそうだということで、下り530、こちらだと290、上りは100、220、ちょっとね、まあ、テストするサーバーによって若干ほら違うので差は出てくるんですが、レイテンシー、こちらがまあ俗に言うピングとかいうやつでございますが、まあ、21ms、22ms みたいな感じでね、良好かなということで、これあれですね、 IPv6 対応しているのでこういう速度が実現できているという
ところになります。ただですね、こちら見ていただくと分かる通りですね、こちらに関してはちょっと速度が振るってない、かつこのピング値も高いという状況になってまして、まあ、これ何かというと、このサイト自体が IPv6 非対応なんですね。まあ、逆に言うとその IPv4 の速度がね、これで分かるということになりますから、まあ、プレイステーション4やスイッチに影響するっていうのがこれでもうすでに分かるということですね。はい。なので、まあ、ここが改善されれば少しは良くなるんじゃないかっていうことになりますね。はい。下り5メガってなってますからね、ほんとね。おかしいよねっていう。いや、おかしいよねってか、おかしくはないんだけど、まあ、こういう状況になっちゃうってことです。はい。で、これ以上を踏まえまして、今回ですね、新しく回線の構成を見直しましたっていうのが、これになります。我が家のインターネット環境公開後ということで、ただですね、見直したといっても変えたのはここだけですね。無線ルーターを新しくしましたということで、ハード面での変更はここだけですということです。はい。で、あと、私の、願望ですね。あまり意味ないけど、ここもカテゴリー7にしたいな、みたいな。ここ7なのにね、ここ 6A なんだけど、みたいなね、感じで。はい。あとは何ら変わってませんね。さあ、じゃあこれだけしか変わってないけど速度はどうなるんだっていうのがこちらになります。はい。Google と Fast.com 見る限りはそんなに変わらないですね。でも、もうなんだ、誤差の範囲、まあ、若干ここ上り早いかなみたいな感じだけど、まああまり変わってないですね。まあ、ごめんなさい、コメントとしては、まあ、一緒ですね。 IPv6 対応の速度テストで両方ということになります、ね、で、問題のこっちですよ。これ見てください、これね、ピンもほら、ね、ほぼ一緒でしょ、これ22、22、23って、これ誤差のレベル。で、かつ下り、上りが共に100メガを越してですね、IPv6 非対応の速度テストでもかなり改善が見られましたというのが、今回の、このね、WSR5400AX6 ってやつを購入したんですが、これの効果がね、もう早速出てきたということで、はい。いやー、びっくりしたね。じゃあ、本命の、プレイステーション4で速度を測ってみようかということで、それがこちらになりますと。はい、インターネット接続を診断するってやつで、まあ、これまでの、WSR300HP は、金曜の夜とかに回線速度を測るとこういう感じになっちゃうと、下り 4.2 の、上り 2.9 みたいな、最初の初めにの冒頭でお話ししたぐらいの速度になっちゃうわけです。ね。まあ、おそらく、IPv4 の PPPoE 接続相当の速度になっているということなんですが、まあ、今回のこの WSR5400X6 にしたことによってですね、なんと通信速度が下りが 306.9 で、上りも 7.4 ということで、もう、まあ、上りはまあちょっとあれですけど、まあ、とにかく下りがもう劇的に改善されましたということですと。で、接続方式がここで出てきました。IPv6、IPOE、IPv4 オーバー、IPv6 接続ということで、まあ、この技術が、適用されたので、まあ、この高速が実現されているということになりますと。いやー、これ見たときは本当マジ感動したんですよね。マジかと。もう諦めたんですよ。IPv4 だから無理だな、みたいな。いや、やっぱ世の中にはこういうのあるんですよね。これ考えてちょっと天才だな、っていうことで。はい、もっと早く気づけばよかったなっていうのが、まあ、感想でしたと。はい。で、今ずっと有線 LAN のお話ししてきて、まあ無線 LAN ルーターなので、じゃあ無線はどうなんだっていうことで、測ってみましたと。私が使っている仕様の Galaxy Note 9ですね。こちらを使ってですね、fast.com のサイトでまた測ってみました。まあ、こちらがですね、一番数字がでかくて、スライド作るときに見やすいかなと思って、選んだんですけど、今まで使っていた WSR300HP では 2.4GB 単体なんですけども、こんな感じですと。下りが29で、上りが48って、まあ、これ、測るタイミングによってまあ変わるんですが、まあ、ちょっと下りが、遅いかと言われたらそうでもないですが、まあ、ちょっと若干ね、本来の速度になってないんじゃないかなっていうような懸念がありましたと。で、今回新しく買ったこの WSR5400X6 でもう一度測った結果、同じく 2.4GHz 帯ですが、もう全然もう2倍ぐらいの差が出てるわけでございますね。このロード済み 296ms、 これ気になるんですけど、はい。たまたまこういう風になっちゃったんですよね。まあ、速度的にはもう変わってますね、だいぶ。で、さらに今回 5GHz 帯が使えるということで、やったらですね、もうこれやばいよね。もうなんか優先同等というふうにこれが書いてるんですが、なんか優先より早いんじゃないかっていうぐらいの勢いでですね、数値叩き出してまして、体感でもわかりました。
何がっていうと、YouTube とか、あと Twitter とかで、動画をね、自動的に再生するみたいなのあると思うんですよ。こう、スクロールしてるときに、こう、なんか、音声は流れないけど、プレビューみたいな感じで。で、今までの、このね、無線LANでそれやってると、なんか、すごい、もたつきというか、引っかかりみたいなのがあって、で、これは、端末がちょっと重くなってんのかなっていうふうに思ったんだけど、そうじゃなかったね。やっぱり回線速度が、起因してたみたいで、やっぱこう飛躍的に向上したことによって、もう全然その辺がストレスフリーになったっていうのが、ちょっとやっぱり今まで何してたんだろうみたいな話なんで、うん、ちょっとね、こんなに変わるんだっていうのがやっぱりありましたと。別に私バッファローの回し物でも何でもないんですけど、私勝手に勝手にこうやって言ってるだけなんだね。まあそういう感じでございます。はいね、だからもうこれで OK って言いたいところなんですけど、ね。今回メインでお話ししたいこちらが起きましたということで、はい、ここまではですね、私の、嬉しかったお話というか、なんていうか、そういう話だったんですけども、まあ、ここからがですね、まあ、先ほどの、このプレイステーション4のこのね、診断は、まあ、これ問題解決した後のスクリーンショットなんで、なんだいいんですけども、これに至るまでにちょっとですね、問題が発生しましたっていうのがこれになってます。で、今回ですね、この問題解決するにあたって、いろいろインターネットで調べてたら、なんか同じような問題に直面している方、結構なんか Yahoo 知恵袋だったり、あと価格 .com のスレーっていうのかな、あれでなんか質問してて、結局なんか解決しなくて、元のルーターに戻しましたみたいな方いたんで、いや、ちょっと待てよと。せっかくね、高いいいルーター買ったのに、元のやつに戻すんじゃもったいないじゃんということで、どうにかならんかなって、なんかやってたらうまくいったんで、ちょっとそれを紹介したいと思います。ただそれが、100%、どんな環境においてもなるかどうかっていうのは、ちょっと私試しようがないので、そこだけはちょっとご了承していただいて、今から紹介することを見ていただければなと思います。はい。それでは行きますね。多分ね、結構なってる人いると思うんだよな。はい。新無線 LAN ルーター設定時に起きた不具合、NAT タイプ3とその解決方法についてをちょっとご紹介していきますので、はい、その問題って一体何ぞやって話なんだけど、まあ、画像のようにこういう風になる事象が起きましたっていうことです。はい、設定当初 NAT タイプ3となって、まあ、これなってしまうと何が起きるかというと、もうオンラインプレイできません、基本的に。はい、ただですね、これね、IP アドレス取得も OK で、インターネット接続も OK、PSN のサインも OK、で、通信速度も爆速。なのに NAT タイプ3ということで、結局これ意味ないですよね。速度向上したのにこれではね、もう本末転倒ですよね。遊べないから。ということで、じゃあどうにかならんかということで、はい。まあ、切り分け作業をし始めたわけでございます。で、まあネットでね、PlayStation 4ね、NAT タイプ3改善とか、まあちょっとなんか、情弱が検索しそうな、検索ワードですけどね。を調べると、まあいろいろ出てきます。で、まあ、いろいろある中で、結構、どの方も紹介しているのが以下4つですかね。はい。そういったものが散見されるなということで挙げてます。例えばですが、ONU、無線 LAN、接続機器、まあ今回だとプレイステーション4。まあそういったものを一旦全て電源オフにしてから再起動するっていう方法であったり、あと UPnP を無効にするっていうね、今回これ別に直接何も関係ないので、UPnP が何かとかそういう話はしませんが、特段、まあ、これを無効にするとか、あとはルーター機能をオフにして、アクセスポイントとして使用する、まあ、これは本当にもう物理的に NAT タイプ3になっている人に限りだと思うんですよ。だからルーターが本当に二重になっているっていう、まあ、そういった方は片方のルーターをオフにしてねっていうことだと思います。あとは、まあ、なんか聞いたことあるね。このポート開放を試してみるとかってあるんですけども、結果的にはですね、今回のこの症状に関しては、解決するためにこの蒸気やる必要はなかったので、特段実施する必要ありませんよということをお伝えしておきたいと思います。だから闇雲に電源オンを置くとか、なんか、この辺いじると、なんか時間の無駄になってしまうので、それはやめた方がいいということをお伝えしたいなと思います。はい。で、まあ、このポート開放に関しては、まあ、確かにこの NAT タイプをね、こう、操作する上でこれ、あるんですけど、これは今回の問題を改善した上でやるものかなと思って、一歩先の話をしてるんじゃないかなと思いますので、はい。
後からでいいと思いますということで書いてます。はい。それではですね、実際にこの NAT タイプ3をどういうふうにして、まあタイプ2ですね、に戻すのかというのをご説明していきたいと思います。ただですね、その前にタイプ3になんでなるかっていうのはちょっといまいちこれはわかりません。なんかバファローのルーターのちょっとこれは特性かもわかりません。なので、ちょっとそこは注意した方がいいかもしれないです。なんか、普通に、説明書通りに設定すると、まあ、なんだろう、めちゃめちゃ簡単に接続されるんですが、プレステ4とかスイッチだとなぜかこうなるんで、はい。まあ、そういったことが、なんか、起きますっていうことですね。はい。では、そちらについてどうすればいけるのかということで、先に結論出しましたので、上見てくださいと、読み上げますよ。一度 PPPoE で接続することで解決ということになってます。ただですね、これ 100% 解決するかどうかが分かんないので、私の場合というふうにカッコ書きで書かせていただきましたので、そこはご了承ください。あと、なんでこれで解決するかっていうのは詳細よく分かりません。はい。なんとなくね、図解でイメージすれば、ああなるほどなっていうのはあるんですが、本当になんでこうなるかまではちょっと分かりませんね。はい。とりあえずこれうまくいったんで、ちょっと紹介したいと思います。はい。ブラウザを立ち上げてですね、192.168.11.1 を入力してエンターしてくださいと。これはバッファローのエアステーションの設定画面を呼び出すためのやつですね。これ使ってるルーターによって多分これ若干違うんで、そこはちょっとメーカーの取扱説明書と見てくださいということです。同じバッファローの製品使ってる方であれば、こちらもうもろそのままだと思いますので、参考になるかと思います。社外品じゃねえな。違うメーカーのね、例えば NEC だったりとか、TP リンクさんのやつとか使ってるあたりは、ちょっとね、画面違うと思うんで、まあでも同じように該当する項目はあると思いますから、それはちょっと調べていただければと思います。はい。私は今回バッファローの無線 LAN ルーターを購入したので、そちらに順次で説明していきます。はい。エアステーションのこのログイン画面出たらですね、パスワードを入力してログインしましょうと。で、パスワードは、本製品を購入した時についてくるこのセットアップカードにね、本機ログイン用ってところがありまして、パスワード、初期パスワード書いてますので、こちら入力してログインしてくださいということです。そうすると、メインメニュー開きますねと。あ、ちなみにですけど、まあ、パソコンで設定するのが一番やりやすいかなとは思いますが、タブレットとかスマホでも一応開くことができますので、まあそういった場合はこのモバイル用設定画面をチェック入れてログインすることをお勧めします。じゃないとこのなんかレイアウトがちょっとごちゃごちゃになっちゃうんで、はい。私は今回パソコンで設定しましたと。で、このメインメニュー表示されたら、このグレーの背景になっている詳細設定ですね、こちらを押していただくと。はい。そしたらね、左にこういう項目いろいろずらーっと出てくるので、インターネット PPPoE の順でクリックしていくと。そうすると PPPoE 接続先リストっていうのが出ますから、接続先の編集というのを押していただくということになります。はい。そうするとこの PPPoE の設定画面が出てくるんですが、ここでちょっとね、皆様に一つお願いがありまして、プロバイダー契約時の書類に書かれている接続 ID、接続パスワードを入力して、新規追加するというふうに書かせていただいておりますが、なんだ、光回線契約した時に多分、ね、なんだ、こういうものがあると思うんですよ。で、今回私、ビッグローブなんで、まあ、ビッグローブの場合はこういうやつですよということで、で、出してます。これ私のやつじゃなくて、山田太郎さんのやつなんで、はい、出していただければと思います。サンプルなんで。で、ビッグローブの場合は、この下の方に、このインターネット接続の機器設定に必要な情報というのがあって、ここに接続 ID、接続パスワードというのがありますと。で、それが、この接続ユーザー名、接続パスワードに該当しますので、そちらを入力するということになります。皆さんね、どっか行っちゃったなとかってあると思うんですけど、まあ、こういう重要な書類は大体ね、パソコンのなんか横とか引き出しとかね、あると思いますから、探していただければと思います。はい。で、吹き出しで書いてるんですが、この接続先名称については、任意の名前で OK です。なんか適当につけてくださいと。接続先ユーザー名、接続先 ID とか、PPPoeID とかなんか多分若干書き方違うんですが、全部同じなんで。はい。で、アット以下もちゃんと記入するということで、私の場合はアットビッグローブ.me.jp になりますと。
で、接続先パスワードはそのまま入力していただいて、このサービス名に関しては何も入力しなくて OK でございます。拡張設定は特に、触らず初期設定のままで OK ですと。で、一通り入力し終わりましたら新規追加を押していただくという形になります。はい、そうすると1個前の画面に戻りまして、この下の PPPoE 接続先リストの表示操作というところで先ほど追加したものがね出てきます。で、状態が有効になっていることを確認してください。なんかこれステータス別の何かになっている場合は、さっきのユーザー ID だったりパスワード間違ってる可能性があるんで、ちょっと修正をしていただいてね、確認していただければと思います。はい、これを確認しましたら、またインターネットを押していただいてですね、はい、そうするとこの IP アドレス取得方法というのが出てくるんで、先ほど PPPoE の接続先リストをね追加しましたから、PPPoE クラリアンド機能を使用するってやつにチェックを入れてくださいと。多分初期設定だとこのインターネットアットスタートを行うってやつになってるんですけど、まあこれにしてくださいと。で、こちら選択してこの設定ですね、はい、それで反映するということになります。で、ここまで来たらですね、一旦 PlayStation 4を立ち上げていただいてですね、接続テストを実施してみてください。おそらくこの時点で NAT タイプはもう3から2になっているはずです。というのも PPPoE で接続してますから、IPv4 のね。はい。この時点で今回やろうとしていることは、もう概ね解決しているっていうことになります。ただですね、まあ、見ていただければわかる通り、NAT タイプは3から2になりましたが、速度がですね、これだと今まで使っていた無線 LAN と何ら変わりがないという状況になってしまいますから、ここからがですね、この NAT タイプ2を維持しつつ、IPOE、IPv4 オーバー、IPv6 ですね、こちらを利用する方法について説明していきたいと思いますので、はい。このナットタイプと、あとこの回線速度を両立するっていうことになりますね。はい。10番目に行きます。またこの管理画面に戻っていただいて、かつインターネットの項目ですね。先ほど PPPoE クライアント機能を使用するってやつを選んだんですけども、今度この IPv6 オプションを使用するってやつを選びましたと。で、かつこの拡張設定にあるインターネット側 MTU 値ってやつを1460バイトっていう風にして設定っていう風にこの画面ではなってますが、あ、ごめんなさい、ちょっと注釈書いてまして、これですね、プロバイダーによって IP アドレスの取得方法とか、あとはこの今唐突に出てきたこの MTU 値っていうのがですね変わりますので、私の場合はこうですっていうことなので、ちょっと後で口述しますから、そちら見ていただいて自身の使っている環境に合わせていただければなと思います。はい、まあ、ひとまずこれを設定しますと。並びにですね、まあ、これもうせっかく、この設定画面開いてますから、この IPv6 の項目もちょっと見ていただいて、こちらもおそらく初期設定だとインターネットアットスタートを行うって、これ何かっていうと、まあ使っている環境によって自動で判別しますよということなんですが、それ結構ね不具合が発生する要因になってしまいかねないので、ND プロキシを使用するってやつに固定しますと。はい、まあ、なんでこれ選ぶのっていうのはあまり考えないでください。これ選んでください。はい、私もここはあまりちょっと調べませんでしたね。とりあえずこれ選べばなんとかなるよっていうことであったので、はい、あ、ちなみにこのインターネットアットスタートを行うって自動識別してもこの ND プロキシになるんですけどね、はい、なんかの表紙に切り替わってしまってはちょっと困るので、これでもう固定してしまうということです。はい、で設定を押していただくと。で、この状態でまた、もう一回 PlayStation 4を接続テスト実施してみてください。そうするとですね、NAT タイプは2を維持されたまんまですね、速度が、速くなっているという、まあ、理想形になっていると思います。はい。もうこうなっていればもう勝ち組と言っても過言ではないですね。はい。ただですね、これで終わりってやっちゃうとですね、ちょっと、場合によっては不具合が出るっていうのがありまして、というのも先ほど PPPoE の接続先を設定したと思うんです。で、今回この IPv6 オプションってやつ、私の場合ですけど選びましたっていうので、何が起きてるかというと、イメージとしては道路が2つ用意されている状態なんですね。一般道と高速道路みたいなのがあるようなイメージで、PPPoE は一般道、
IPOE は高速道路みたいなイメージになってますと。で、今両方あって選択肢が2つあるんで、どっちも行けますみたいな状態になってるわけですよ。で、なんか気分によって、なんだろうな、道変えられたら困るじゃないですか。で、常にこっちとしては、ユーザーとしては高速道路乗ってほしいのに、なんかたまになんかお金ないからつって一般道路走られても困るので、もう、なんだろうな、絶対に IPOE 以外使わないっていう設定にしたいなっていうのがこの13です。はい。要するに PPPOE 先ほど1回設定したんですけど、無効にするってことです。はい。説明していきますね。管理画面の PPPOE を開きます。で、先ほど追加したやつがリストとしてあるんですけども、この接続先の編集を押していただきますと。で、下の方に、接続先のリストの表示操作がありますので、現在有効となっていますが、操作をオフということで、こちらクリックしていただくと、ちょっと時間を置いたら無効になりますと。そうしましたら、上の方にある編集を終了して、前の画面へ戻るっていうのを押していただきます。はい。で、最終的にこういう状況になったら、設定を押していただくということで、これでですね、一般道は閉鎖しまして、高速道路のみになりますと。はい。で、この状況で無線 LAN を一度再起動することをお勧めします。これしなくても別に大丈夫ですが、まあ、一通り設定が終わったということで、まあ、そういった意味で一旦再起動するっていうのを、私は推奨します。はい。で、ここでは管理の情報管理で再起動っていうのがあるので、これを押せば勝手に再起動してくれるんですが、それが心配だという方はもう物理的に AC アダプター引っこ抜いていただいて、10分ぐらい時間を置いてからですね、もう一回再度接続するっていうのが多分一番確実なので、そちらをやった方がいいかもしれません。はい。で、最後ね、まあ、任意なんですが、もう一回測ってみて、変わってないことをちゃんと確認してくださいということです。はい。今までずっとこれね、カメラで直接写真撮ってたんですが、キャプチャーボードあるからキャプチャーすればいいやんってことで、これ気づいて、途中からスクショになってますが、これ心配ですね。はい。急になんか画質が上がったみたいな感じですね。はい。まあ、それは余談ですが、まあ、こういった感じで設定ができますので、皆さん諦めないで、バッファローのルータークソだとか思わないでですね、素晴らしい製品なので、はい。ちゃんと設定すればね。うん。これでなんとかなりますから。はい。私が朝4時ぐらいまで格闘した甲斐があったと思いますから。はい。設定していただければと思います。はい。で、口述しますと言っていたお話がこちらですね。プロバイダー別 IPv6、IPOE、IPv4、オーバー IPv6 サービス名一覧ということで、先ほど私はおもむろに V6 オプションってやつを選択したんですが、この V6 オプション基本的には少数派ですということで、私はビッグローブを使ってますから、下から3番目のこの赤枠で囲ったところで見たときに IPv6 オプションっていうのが名称としてあるので、こちら選んでますが、これはちょっと皆さんね、使っているやつ、ちょっと自分のやつ探していただいて、設定していただくといいと思います。例えば、まあ、有名どこで言うと、あれですか、この GMO、トクトク BB とか、この辺は V6 プラスですね。はい。名称ね。あとは、まあ、OCN だと IPOE インターネット接続機能。プララだとバーチャルコネクトとか、あとトランシックスとか書いてますね。あとは、最近流行りのね、このニューロ光ですか、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社ソーネットだと、まあ、同じく V6 プラスというふうになっております。ですね、ちょっと遡りますが、ここにちゃんと、あ、これちょっと後ろ行っちゃってますけどね、これこの上 V6 プラスを使用するっていうのが書いてます。で、あ、これトランシックスを使用するなってまして、こっちが OCN でバーチャルコネクトを使用するとかって、はい、ちゃんとこれありますから、選んでいただくのがいいかなと思います。はい。あ、で、この一覧表はですね、バッファローのサイトに載ってたので、そのまま引用したんですよね。はい。引用元はこちらになってます。はい。あとですね、MTU ですね。こちらについてもちょっとだけ触れたいと思いますが、この MTU の値はですね、利用している光回線や回線方式によって、異なりますので、はい。一概にこれとは言えないんですね。で、私の場合、IPOE 接続で 1460, PPPOE で 1454 というふうになってます。プロバイダーはビッグローブで、無線 LAN ルーターは WSR、今回購入した 5400X6 の場合ですと。で、まあ、右にこれ、参考として光回線 MTU 値の、例か、載せてますと。で、ニューロ光だと1500とかってこういう感じでなってますから、こちら見ていただくといいと思います。で、これが、なんかよくわかんないなっていう方は、一発で出す方法がございまして、
あのそういうサイトがあるんですね、SGTCPIP アナライザーっていうのがありまして、まあ、こちらにアクセスすることでもう一発で自動でですね、ここに MTU っていうのがあって、今の接続環境で最適な MTU の値っていうのをこう表示してくれますので、まあ、そちらで設定するのが多分一番いいかなと思います。はい、まあ、こうやって検索していただくか、まあ、URL はこちらになってます。はい、私は普通にアクセスして、特に、なんか怪しい、ね、ものがあったりとかするわけではないので、おそらく安全かと思いますが、はい。ただ、なんかあった時にはちょっと責任は取れませんが、まあ、おそらく安全でしょうと。セキュリティソフトも発動しなかったんで、はい。こちらで見ていただくのがいいかなと思います。はい。一応お話ししたいことは一通り終わりましたね。ということでまとめになります。はい。無線 LAN ルーターの公開により大きく以下2つが改善しましたということがありましたと。IPv6 非対応の機器、PlayStation 4 Switch の速度が飛躍的に向上しましたと。ただこれを実現するためにちょっと設定に一手間が必要だったっていうのがありました。バッファロー以外の製品でこれが起きるかどうかっていうのは不明なんですけど、まああくまでも私の環境だと起きたので、同じくこういった問題に直面している方はちょっと参考になったのかなと思います。はい。で、まあ、有線 LAN のお話ばっかりしてましたが、まあ無線 LAN ルーターで 5GHz 対応なんで、こちらについてもですね、速度がめちゃめちゃ速くなってるってことが分かってですね、YouTube とか Twitter のその自動再生もすごいスムーズにいくようになりましたっていうのが、もう、とにかくもう感動ですね。はい。また気づきですけども、まあ、要所要所でお話ししておりましたが、家の回線自体は思いのほか高速だったってことが分かりましたと。これ何というかというと、大元の、電柱からね、来てる NTT の黒いクロージャーからですね、引き込んでる回線は意外と速かったっていうことで、私がその使っていた無線 LAN ルーターによって、なんだろうな、敷地みたいなのを勝手に作っちゃって、まあこれ以上出ない、頭打ちみたいな感じになっていたっていう、まあボトルネックっていうね、言葉がございますが、そういった状況になっていたので、もっと早く気づきたかったなっていうですね。はい。あとですね、こう、いろいろこの光回線遅いなっていうことで調べてると、なんかすぐこのプロバイダーをね、変えてみるとか、話題のこのニューロ光に乗り換えとかって、こう、進めてる人結構多いんですけど、まずは自分自身の現状のインターネット環境をね、ちょっと整理していただいて、ボトルネックになりそうなところを全て解消してた方がですね、結果的に、効果も得られる可能性が高いんじゃないかなっていうのが、今回の件でわかるんじゃないかなと。思います。はい。まあ、正直ここまで変わるとは思ってなかったんですけどね。私自身も。だから、まあ、今回私の環境下では特に必要なかったんですが、LAN ケーブルの話とかもあるんですよね。カテゴリーが 5E 以下だと、まあ、1G が対応してないから遅くなるよとかってよくあるんですが、ただね、今2020年ですけども、このご時世において、あんまりそこは気にしなくてもいいんじゃないかなと思いますね。あんまり、もう5以下の LAN ケーブルってもう出回ってないと思うんで、はい。なのでそこはあまり問題にならないのかなと。で、あと、たとえ問題になったとしても LAN ケーブル今すごい安いので、カテゴリー7とか、7メートルこの間買ったんですが、1500円とかで普通に売ってるんで、はい。すぐね、改善できるんじゃないかなと思います。はい。あとはですね、私、スイッチングハブですかね、LAN のハブを使ってるんですが、この LAN ハブもね、意外と、悪さしてることが可能性としてはあって、要するに、入力は 1GB 対応してるんだけど、その、分配する段階で 100MB に落ちるっていうね、一昔前の LAN ハブだとね、そういうことがあって、特にポートの数が多いやつだと、ありがちなのかなと思うんですけど、はい。そこを見直すっていうのはありかもしれないです。そういったところを全部踏まえて、全部直して、設定とかも見直して、ああ、それでもダメだってなったら、もうじゃあ、いよいよ大元の回線がそもそもダメなんだなってことで、まあ、ニューロ光の専用線に変えるとかね、いうのを考えるのがいいんじゃないかと。あと、プロバイダの変更って正直、私の個々人の意見だとあんまり意味ない気がするんで、はい。うん、やっぱ回線大元変えるのが一番いいんじゃないかなと思いますね。もしそうなった場合ですけど。で、まあ、いろいろまとめね、5択並べてるんですが、まあ、一言で今回の成果を言うとですね、この IPOE、IPv4 オーバー IPv6、この技術がね、とにかく素晴らしいという。これにつきますね。はい。
私さっき冒頭で言ったことがこの図で、分かるんじゃないかなと思います。あの PPPoE は本当あの一般道でもうあの道が狭いんですぐ渋滞するんですよ。ただもう IPOE はもう高速道路なんで、まあ、または4車線のめちゃめちゃ広い道路みたいな感じなんで、もう車の台数が何台増えようがですね、もう全然スムーズにいきますよ。で今まで IPv4 の機器はもう強制的に一般道を走らされるみたいな感じだったんですけど、この技術によって IPv4 の通信に限ってもこっちに一旦切り替えてまた降りて、データが届くあるいは受信する、まあ、そういったことができるようになったので、IP ブロック非対応のプレイステーション4であったりスイッチでめちゃめちゃ速くなったっていうことなんですね、うん、だからもうこれについてももっと早く気づきたかった知りたかったっていうことですね。まあ、最近出てきた技術なんであれば、まあしょうがないね、今までなかったからしょうがないんだけど、もし1年前とか2年前ぐらいからもうあったにもかかわらず俺が気づかなかったっていうんであればちょっと失敗ね。今まで何してたんだ、すげえ時間の無駄だったよね。ゲームとか買ってもダウンロードクソせえなみたいなこれ知ってたらね、すぐダウンロード終わってね、発売日のね、すぐできたのにみたいな、せっかくダウンロード版なのにねダウンロード遅くて発売日にプレイできないみたいな、これ結構あったからさ、それをね解決できるっていう点ではすごいいいんじゃないかなということです。はい、以上まとめで、一応参考までにですね、プレイステーション4のネットワーク設定ですね、私のやつちょっと、はい、こんな感じですと。でまあ別に特段紹介するとこないといえばないんですけど、まあ IP アドレスに関してはポート開放を今後することを見越して手動に設定してますと。であとこの DNS ですね、よくですね YouTube の動画とかでその DNS をいじることでプレイステーション4が爆速になりましたみたいなやつあるんですけど、別にその人たちは否定するわけでもないですが、なんていうのかな、それはなんか一概に言えないなということで、確かに若干の、向上は見込めるのかもしれないけど、それはちょっとやっぱ人によってだいぶ効果が変わってきそうだなということで、私も一応それに見習ってですね、プライマリー DNS をこのクラウドフレアのプライマリー DNS で、セカンダリー DNS をこの Google プライマリー DNS ってやつにしてるんですが、まあ別にこれにしなくてもですね、初期設定の状態でも大元の回線見直せばですね大した変わらないというか、だからこの DNS をやみくもにいじりまくってどうにかしようというよりはもう無線 LAN のルーターを見直すとか、そっちの方が効果は絶大ですよってことをお伝えしたいわけでございます。多分そんな変わんないと思うんだよねうん。俺もね一時調べたからさ、いろいろで試してみたけど大した変わんないねただまあ設定しないかするかで言うとした方がいいかなと思って私はこういう風にしてます。はい、っていうのをちょっと紹介したくてこのスクショを用意してました。MTU は1460です。でこれで NAT タイプ2を実現できてますということです。はい、で一応今回話したいことは以上になりますが、一応最初の目次でですねちらっと書いてたんですが、最後にちょっと余談をしたくてですね、まあここからはもう直接今回の話には関係ないので、知ること知れたっていう方はもういなくていいかなと思うんですが、ちょっとせっかくですね NAT タイプの話出したので、ちょっとこれについてお話ししたいなと思いました。ですね、今回3から2にする方法を教えたんですが、さらに上の1にする方法をちょっとね簡単にご説明できればなと思って作ってます。なんかね結構調べたら、まあ、出てくるんだけど、なんかすごい難しそうだなっていうイメージ持ってる方いると思うので、あとやっぱ NAT タイプ1ってなんか憧れるというか、一回はねやってみたいなっていう風に思う方いると思うんだけど、なんかよくわかんねえなって結局挫折したり諦めたり、あとなんだろうな結局その NAT タイプ1ってどういう状況かっていうと、無線 LAN ルーターがないっていう状況なんで、それどういうことやねんってなって、わけわかんねえってなってやめるみたいな感じになると思うんで、それについてちょっとご説明できればなと思いますということで、はい、ちょっと最後こちらだけ余談で説明して動画の締めとしたいと思います。はい、この度バッファローの無線 LAN ルーターでプレイステーション4の NAT タイプ3から2にする方法を紹介しましたということで、はい、
で、まあ、せっかくなんでオンラインゲームに最も適したナットタイプである1にする方法というのをね紹介してみたいと思います。はい、でまず A の回線構成ですけども、これはもう至ってシンプルですね。もうルーターをなくすってことなんで、もうこの ONU から直接 LAN ケーブルをプレイステーション4なりに挿してくださいということです。もうこれだけ。はい、NAT タイプ1イコールルーターなしなので、 ONU とプレイステーション4を直接 LAN でつないでくださいねということです。はい、回線構成もう多分ねこれ以上シンプルなもんねえだろっていうぐらいシンプルですね。はい、で次、接続方法に関しては、IPv4 の PPPoE 接続というふうになりますと、ルーターがそもそもありませんので IP アドレスの割り当てとかなんかそういったものはできませんというか、そもそも必要がないってことですね。はい、で、特徴ということで書いてます。まあ利点欠点です、こちらのね、構成で果たしてどういう利点があってどういう欠点があるかっていう話なんですけども、まず利点としては、まあ、オンラインゲームに最も適切なネット環境でプレイできますよということで、多分オンラインのマッチングもクソ早いし、パーティーもどんな人でも組めるし、まあ、ボイスチャットとかも多分快適にできるという。まあ、環境上ね、うん、最もいい状況を作り出すことができるということですね、と。あと、まあ、もう、ルーターないので、ポート開放とか、なんかそういうのをしないとナットタイプ1になんねえぞみたいな、説明もあるかもしれないんだけど、そもそもそんなことを考える必要がないということなんで、設定ね、だから難しそうな設定をする必要がないよっていう、考える必要がないよっていうのが、利点になるんじゃないかと。だから簡単ってことです。はい。一回やってしまえば。ただ欠点としては、もう見ていただいたらわかる通り、ルーターないので、構成上もう1台で有線かつ有線でしか接続できませんと。だからもう何、無線LANでね、Wi-Fi 飛ばすとかできませんので、スマホとかね、あと他の機械とかをつなぐことはできませんというのがありますと。で、あと接続方法なんですけど、こちらが基本 IPv4 の PPPoE 接続になってしまいますから、回線速度っていうのは期待できませんと。なので、まあ、今から紹介するんですが、結論的にこれ構成自体は最適なんですけど、結局速度がボトルネックとなってしまう可能性が高いので、紹介をしておきながらあまりおすすめはできませんということで、はい。なんで、まあ一応1にする方法として、まあこういうことがありますよということです。はい、まあだから普通はこんなことしないよねっていうことです。はい、だけど、まあ1にしたいという方はどういう風にするのかなっていう人のためにちょっとご紹介したいと思います。じゃあいきますね。はい、スクショすることを覚えたのでめちゃめちゃ綺麗になりましたね、急に。はい、ではプレイステーション4で設定していきましょうということで、ね、右上のツールというか本じゃねえな、なんだ、カバンアイコンの設定からネットワーク開いていただいて、ネット接続を設定するか。で、その後、LAN ケーブルを使う。で、カスタムを選んでいただくということになります。はい。続いて、普段であれば自動もしくは手動で IP アドレスを設定するところを、ここで PPPoE を選びます。はい。ここ違うね。で、そうするとユーザー ID とパスワードを入れてくれっていう画面が出てくるので、ここで先ほどやったですね、この会員証に書かれているインターネット接続の機器設定に必要な情報に書かれている接続 ID、接続パスワードを入力していただくことになります。はい。で、次へ押しますと。で、DNS 設定を、手動で選んでいただいて、自動でもいいんですが、まあ、今回は手動で設定しましたと。で、プライマリー DNS にクラウドフレアのプライマリー DNS、セカンダリー DNS に Google プライマリー DNS を入れてますが、まあ、これは、一概にこれとは言えないので、私はこうしてますということです。はい。で、続いて MTU の設定、こちらも手動を選んでいただいて、先ほどのサイトなりで調べた MTU の値を入れてください。私の場合はこれ1454ですね。はい。で、インターネット接続を設定するってところで、ずっとそれなんですけど、プロキシサーバーについては使わないで、もうこれはもう特に何も考えず使わないを選んでください。はい。で、一通り設定が終わりましたので、診断するを押していただいて、NAT タイプ1になっているっていうことを確認してくださいねということでございます。説明はもうこれで終わりです。はい。ただ、IPv4 の PPPoE なので、回線速度は、まあ、他に無駄な機器繋がってないので、それに比べると早いですけど、にしても、やっぱりちょっとね、20メガ前後でしたと、私の環境上。なので、うん、まあ、
なんかいろんなものをね、削って無理やり実現してはいるものの、だったら先の方が良くねえかっていう結論に多分なると思うんでね。はい。で、まあ、設定一覧としてはこういう風になってます。だから IP アドレスの設定が TPPOE という風になるわけでございます。で、ここにあの ID とパスワードが表示されて、で、サブネットマスクもね、なんか見慣れないやつで、デフォルトゲートウェイもなんか、ん?みたいな感じになってると思うんだよね。うん。まあ、こういう感じになるわけでございますと。はい。これ以上ですね。はい、もうスライドが最後なんで。はい。もうなんだかんだですね、これね、なんか作ってたら楽しくなっちゃって、もうスライドこれ28枚ぐらいあるんですよ。めちゃめちゃあるんですよね。うん、はい。いやー、作ってて結構楽しかったですよ。そしてすげえ嬉しかったよ。やっぱこれ感動だよな。ほんと、うおーみたいな。はい。というわけで、まあ、一通りご説明いたしましたので、まあ、エンディングというかまとめになるんですけども、うん、まあ、数値的にはそういうことでございまして、最終的にはやっぱりこれですね、はい、これにもっと早く気づいていればよかったなというところと、あとバッファローの無線 LAN ルーターを購入した際にちょっとこういった事象が出ますが、これについてはちゃんとした解決方法がありますよということで、まあ、なんでこれで治るのかはわからないというか、なんだろう、治るのはわかるんだ。なんでかっていうと、まあ、要するに、こういう風に繋がるやつをこういう風に繋いでるから、早くなるんだねって。ただ、NAT タイプがそれで維持されるのがよくわかんないですよ。うん。まあ、だからそもそもルーターはね、物理的には1個しかないから、もうタイプ2でいいんだけど、やっぱりね、意味わかんないのはこれですよ。なんで3になるんだっていう。はい。これ多分ね、もうバッファローの無線 LAN ルーターの、なんか仕様だと思うんで、はい。これになってもあんまりちょっとうわってなるとは思うけど、焦らないで、ちょっとね、冷静にちょっとなって、対処していただくのがいいのかなと思います。で、今回はその一例としてこういったものを紹介させていただきましたと。はい。まあ、なんでこれね、わざわざ作ろうかなと思ったのは、やっぱりその、調べてる中で、その、なんだ、質問してる方がいろいろやり取りしてるんだけど、結局うまくいかなくて、前のルーターに戻しましたとかって言ってるから、いや、それはちょっと待てっていうので、ちょっと、そういう方が、もし、見ていただいてるかどうかわかりませんが、これに目にした時に、ちょっとね、救いになってればいいかなっていうところですね。はい。まあそんなもんだな。はい。以上。はい。最後にこのまとめのスライドを表示して終わりましょうか。はい。何分撮ったんでしょうか。1時間ぐらい撮ってるわ。編集大変そうだけど、まあ頑張りますわ。なんとかまとめて、皆さんの見やすいようにしたいと思います。はい。道中なんかよくわかんないことを言ってたりとかしてたかもしれませんがね。そこは、ちょっと。ご了承していただいて、まあ、結構熱入ったところもあったんでね、はい、なんか気持ちが伝わってれば幸いですね。はい。まあ一人でも多くね、この動画を参照して、かつですね、ちょっと快適なネットワークになりましたっていうのが、こう、報告あるとですね、ちょっとなんか励みになるというか、今後もこういった動画作れるかなと思いますんで、うん、なんかそれだったら嬉しいな。はい。というわけで、うん、私はすごい今嬉しいです、はい、ちょっとあとで実際にゲームとかプレイしてみて、確認してみたいと思います。結局昨日朝まで設定したせいでですね、まずちょっとね、速度はこう文字っていうか数値上は見てるけど、実際体感どうなったかっていう、ゲームはちょっとね確認してないんですよ。スマホとかをほらさっき YouTube とか Twitter がめっちゃ快適になったとかって話したと思うんだけど、ちょっとプレイステーション4でまだ確認してないから、ちょっと後で見てみたいと思います。はい、楽しみですね。というわけで、こんな感じで終わりたいと思います。またなんかちょっとね、なんか皆さんに、あ、これもしかしたらあまり情報としてないかもしれないみたいなのが、なんか出てきたら、まあ、今回はこのインターネットに関するお話ししたんですけども、ちょっとこういう感じでスライド作って共有したいなと思いますので、なんかあったら、はい。やってみたいと思います。はい。というわけで以上、
なんだっけ、この無線、動画のタイトル忘れちゃった。はい。無線 LAN ルーターを公開したことで IPv6 非対応の機器が爆速になったお話、プラス新無線 LAN ルーター設定時に起きた不具合とその解決方法についてでした。動画のタイトルにすると長すぎるのでちょっと考えますけど、はい。こちらについてのご紹介でございました。ご視聴ありがとうございました。